今朝も膝の上からスタートです。ついさっきまでね、散歩してきたよ。今日はね、93歳コース、自分で考えて。93歳の徘徊だったらこのぐらいかなっていう距離を歩いてきました。でも、1時間ぐらい歩いたね。だらだら歩いちゃったからかな。はいはい。意外とね、9時半だった帰り着いたら。もうちょっと早く出るか、今度は。はい、そしてブラシを取りに行くんでしょ。こっちおいで。はいはい。はいはいで。なんかやばい。そっちのブラシじゃないよ。やっくん戻ったよ。あるよ、ここに。気づいた。もう一回。おいで。人間じゃんくん。わきにゃん。わきにゃん。ジャン君の朝のルーティン。結構クッション乗っていいんだよ。あ、お膝の方に乗るの？25度だってジャックン。いいね。ちょうどいいね。一緒に乗ればいいじゃん。これ挟むと痛いんだ。こっちでやる。左手でやる。何？よし。はい。なんでそこに一生懸命突っ張って立ってんの？タコじゃないや。クッションの上乗っていいんだよ。いいんだよ、ちゃんくん。いいんだよ、いいんだよ。あ、行ってもご飯かな。お水かな。お水でした。はい、ポンちゃんもおはよう。今日からベッドが模様替えになりました。冬仕様、秋か、まあ、秋用ですね。冬用ですね。ポンちゃんはベッドが変わるとすぐに試しに行きます。はい、どうですか？そこがいいところです。ポンちゃん仲良しでございます。新しいベッドで気持ちよさそう。やっぱスペースがあるから2人で入れるね。この冬用のは大きいんだよね。前のベッドの時はジャン君が断るという事件が頻発しました。あ、でもね、あのスイカのやつはね、意外と大きいので、丸く大きいので結構平気だったんだけど、ね、その前のやつか。その前のやつかな。その前のしましまのやつかな。入れるんだけどね。ジャン君のご機嫌が。でもこれは本当に大きいもんね。よかった。よかったね、パンちゃん。